クトゥブッティーン・バハードルシャーは、西インド、クジャラート・スルターン・朝の君主。ムガル帝国軍と戦うバハードルシャー・ポルトガルに、殺害される、バハードルシャー・バハードルシャーは、クジャラート・スルターン・朝の君主・ムザフファルシャー2世の、息子として生まれた。後継者には、兄のシカンダルシャーが指名されていた。バハードルシャーの幼少期も苦難に満ちたものであり、その生涯を通して、 すべてが戦いであった。ポルトガルの年代記作者ディオゴデコートが16世紀に書いたグジャラート王国に関するバハーデルシャーの記述を見ると以下のように記されている。その中ではバハーデルシャーはムザファルシャー2世の最初の息子とされ彼がまだ子供の時に先制術師が彼の父に王国が彼の長男の手に奪われるであろうと告げられたからか あるいは彼の父がより愛していた弟に王国を継承させたかったのか、ムザフファル2世はバハードゥルシャーに悪意を抱くようになったのだという。そのため、バハードゥルシャーは自分から逃げ出し、巡礼者あるいはカランダルになってヒンドースターンを放浪した。バハードゥルシャーはこのように放浪者として数年を過ごしたが、1526年に天気が訪れた。 放浪しているさなか、とムザファルシャー2世が死去し、弟のシュカンダルシャーが継承した。しかし、彼は、間もなく死亡し王国はもう一人の弟、マフムードシャー2世に継承された。ムザファル2世の死去の知らせが、ヒンドゥスターン中を駆け巡ると、それは、バハードルシャーにも届いた。彼は直ちに王位を要求するために戻り、聞くところよれば、カランダルのいでたちのまま、 首都アフマダーバードの宮殿に入った。そこには、ママ母とその息子である少年の王もいた。彼は、自分が何者であるか、誰にも告げずに入っていって、母に会って、正体を明かし、王国を継承できるように必要な命令を下す、ことを彼女に求めたが、皇后は、弟が彼を見つければ、彼を殺そうとするだろうから、ここを離れた方が良いと告げた。 バハードルシャーは幻滅し、マールはスルターンアサの君主マフムードシャーに世イのもとへ行って、自らの蘇生を明かし、王国を取り戻すのに必要な援助を求めた。王はあらゆる援助を約束し、また王自らが彼を助けるために立ち上がることさえ約束した。さらに王はこの目的のために、周辺の将に大軍を率いて加わるように依頼した。バハードルシャーは、 マールワースルターン・アサとメーワール王国の援助を得て、同年に、弟、マフムード・シャー2世を破り即位した。だが、バハードル・シャーは即位するや、否や、その援助を行ったマールワースルターンや、メーワール王国を攻撃し、1531年には、マールワースルターン・アサを滅ぼした。これにより、グジャラーとスルターン・アサは、中央インドのマールワーにまで勢力を広げることとなった。 その後、1534年に、バハードゥルシャーは、メーワール王国の首都、チットオルガルを包囲し、これを占拠した。だが、サングラーアームシングの未亡人は、ムガル帝国の皇帝、フマーユーンに援軍を要請していた。1535年、皇帝、フマーユーンが遠征を仕掛けてきた。バハードゥルシャーは、ムガル帝国に滅ぼされた、ローディアサの残党を、多数抱え込み、 東方のアフガン勢力とも密かに連絡を取り、信仰のムガル帝国を放逐しようとしていた。バハードゥルシャーは、ムガル帝国の軍と戦ったが敗北を喫し、マーンデューとチャンパネールを奪われた。また、同年に、ポルトガル勢力がディーウ島を占拠した。翌年、バハードゥルシャーは、ムガル帝国の軍勢をクジャラートから放逐した。だが、徐々に、その調落が始まり、 ついには、リー党等のポルトガル総督との交渉に臨まねば、ならなかった。1537年2月14日、バハードルシャーは、ポルトガルとの会見の場で最後を迎えることになった。こうして、バハードルシャーは暗殺されたが、ポルトガル側の記録では彼を暗殺したことを決して、認めなかったため、彼の死は長らく歴史として扱われてきた。この事件は、 グジャラートに対するムガル帝国の圧迫など、当時のインド内の派遣争いだけでなく、ポルトガルなどの対外勢力の植民地獲得に、対する野望など複雑な世界情勢もあった。また、ポルトガルのインドにおける派遣を得るために、どのような狡猾な手段も行うことの一例でもあった。バハーデルシャアの死は、グジャラートスルターン朝に、大きな打撃を与え、ポルトガルの目論み通り、 これ以降王国は衰退、崩壊の道をたどっていった。死後、1538年になって、バハードルシャーが、オスマン帝国のスレイマン一世に養成していた艦隊が到着した。この艦隊は72隻からなる新艦隊であり、インド西部のポルトガルの拠点、DU 囲したが、結局攻略することはできなかった。とはいえ、この艦隊は遠征中に、 アデンを獲得し、ポルトガルの航海への出入りを牽制することができるようになり、後のイエメン周辺性につながった。ありがとうございます。